常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。日本共産党が大変なことになっております。はい、もうすでに皆さん報道等でお分かりだとは思うんですけどね、ちょっと土の子新聞は間違えた、毎日新聞のね、まあちょっと仲間ですね、はい、仲間の記事からちょっと紹介したいんですけど、共産党が首相公選制主張の党員を除名へ、規約違反の分派と判断という記事が出ております。またね、産経新聞にもこう書いてありますよ。はい、除名処分が決まった党首公選要求の共産党員が発表ということで、何があったのということでね。松竹さんというですね、ジャーナリストの方がいらっしゃるんです。はい、松竹信之さんという方ね。まあ、現役の共産党員でジャーナリスト編集者を務めている方なんですが、この方がですね、まあ、共産党のね、党首を、まあ、党員投票で選ぶ、ね、公選制の導入を求めたらですね、求めたら、共産党から除名処分というですね、まあ一番重い処分を食らってしまったという話です。はい。で、このね、まあその党関係者曰くですね、松竹氏の著書での主張などが、分派を作らないとする規約に違反すると判断したということなんですが、これどういうことということで、産経新聞の方の記事をね、ちょっと詳しく読みたいんですけれども、松竹氏のブログによると、所属する京都南地区委員会から、一連の言動に関して、規約に反しているので調査するとの指摘があり、5日の地区常任委員会で除名処分が決まった。処分を正式に決定する京都府委員会の会議は、6日、まさに今日ですね、行われる見込みだと。共産党の政策委員の、安保外交部長も務めた松竹氏は、新共産党宣言、平党員が党首公選を求め立候補する理由、括弧文春新書の著者として注目され、1月19日の記者会見でも持論を披露していたということなんですが、これに対してですね、まあ共産党はね、これは分派活動だということでね、反論記事をですね、1月21日に出してるんです。これはね、藤田さんというね、赤旗の編集局長かな、はい、その記事が今目の前にあるんですけどね。赤旗編集局次長ですね。藤田健さんという方のね、規約と綱領からの逸脱は明らか。松竹信之氏の一連の言動についてというですね。もういかにもこの左翼論争チックなですね、お堅いタイトルの、まあ、このね、記事を赤旗に掲載してですね、この、松竹さんを糾弾するという展開になりました。で、藤田さん、どんな主張をされていたのかということをね、ちょっと読むとですね、まあ、こんな感じです。まず指摘しておかなければならないのは、松竹氏の行動が党のルールに反しているということです。ほう、なるほど、と。どんなルールということでね。党規約では、党員は中央委員会に至るどの機関に対しても質問し意見を述べ、回答を求めることができる、としていますと。松竹氏も党首公選を実施すべきだという意見があるなら、中央委員会に対しても、幹部会や常任委員会に対しても、そうした意見を述べる権利がありました。しかし、まあそういうことをしないでね、いきなり発表したと、いうことでですね、党内の問題を党内で解決するというですね、まあ規約の第5条8項にね、を踏み破るものだと、いうふうにこの藤田氏は言ってるんですね。で、さらにですね、首相公選制について言えば、日本共産党の規約が、党員の直接投票によって党首を選出するという方式を取っていないことには理由があると。そうした方式を実施するならば、理の必然として、各候補者が多数派を獲得するために活動を奨励する。派閥分派を作ることを奨励することになっていくからです。日本共産党は、旧ソ連や中国の干渉によって党が分裂した50年問題という、通苦の、体験を踏まえ、規約で党の意思決定は民主的な議論を尽くし、最終的には多数決で決める。決定されたことはみんなでその実行に当たる。というね、まあ、いわゆる民主集中制というのを、まあ、やってると。だからこの松竹氏の言ってることはね、分派を奨励することはいかんのだというふうに、まあ、言っていると。で、まあ、その他安全保障政策についてもですね、まあ、いろいろとこう、まあ、ケチをつけてね、松竹さんはですね、核を持たずに、通常兵器で、まあ、自衛のためのね、まあ、専守防衛の武装した方がいいんじゃないかという提言をしてるんですが、この藤田さんはですね、専守防衛でも憲法違反だと、いうふうにまあ言って反論してるんですね、簡単に言うとね。はい。さらにその、これがね、松竹さんは綱領の枠内だって言ってるけれども、そのまま違うということでね。松竹氏は、自身のこうした主張を、綱領の枠内のものと言い訳をしていますが、驚くべき主張と言うほかありません。党綱領では、日米安保について、日本を守る抑止力どころか、日本はアメリカの戦争に巻き込む、対米従属的な軍事同盟条約と、規定し、日米安保条約を、条約第10条の手続きによって破棄し、アメリカ軍とその軍事基地を撤退させる、対等平等の立場
に基づく日米友好条約を結ぶと日米安保破棄の旗を高々と掲げていますと、ね。自衛隊については国民合意での、憲法第9条完全実施に向かって前進を図ると、自衛隊の解消に向かって前進を図るという恐ろしいことが、日米同盟破棄して自衛隊解消するんだってよ、怖えな怖えな共産党、恐ろしいこと書いてあるんですけど、その非核武装ね、でなおかつ専守防衛で通常兵器武装っていうのはこれに反するんだということで、まあ藤田さんが反論を、まあ反論というかね、まあその、この松竹さんをね糾弾する、まあその記事をですね掲載したんですけれども、まあ当然松竹さんもね、この藤田さんに対して、ご自身のブログでアンサーソングというかね反論を書かれています。はい、まずね綱領の解釈についてなんですけれども、この藤田さんね、確かに赤旗の編集局次長で偉いかもしれないと。ね。どれぐらい偉いかというとですね、平等院の松竹さんに比べるとですね、もう大幹部らしいんですね。はい。曰くですね、藤田さんは赤旗編集局次長の肩書きで書いていて、これだけでも上にいる人という印象を持つ人が多いでしょうが、実はそれだけでなく、共産党に64人しかいない幹部委員でありますと。26万人いる平等院の私と比べ、私とは比べ物にもならない幹部を受賞されている方なんですと。でね、1961年に決められた旧規約においてはですね、上と下の意見が対立した時は上の言うことに従えというふうに書いてあったらしいんですよ。はい。ですが、2000年にですね、新しい綱領が決まりまして、その手のね、内容はね、全部削除されたんです。さすがにやばいと思ったんでしょうね。はい。そんなだって、ね、上に決めたこと全部従えとか言ったら、こんなのね、独裁国家みたいじゃないですか。ね。で、この、松竹さんのブログによるとね、2000年に決まった新綱領では、そういう文言は全て削除されました。上級下級という概念がなくなった。この規約を大会に提案した不破さんは、赤旗に登場して、循環型の規約だ、と説明したそうです。はい。なんで、そもそも、そのね、規約の解釈をね、藤田さんがまあ一人で、まあ独善的に行ってね、私を糾弾するってことはいかがなもんなんですかと、ね、いうふうにまあ言ってるんですよね。はい。で、さらにですね、専守防衛は違憲というのはですね、これ藤田さんの考えであって、彼がかつて述べた、この人ね、この藤田さんって人、北朝鮮の不審船が日本に入ってきた時にですね、この松竹さんはね、日本政府の対応ね、まあ警告して、で、反応なくて、ね。で、しかも、まあ、撃沈しましたよね。はい。これ、日本政府の対応を支持するべきだと、松崎さん実は昔言ったらしいんですよ。この赤旗時代にね。で、ところが、この、藤田さんは、いや、そういうこと何もしない方がいいと。ね。渡らず触らずでっていう感じで、何もしなかったということを捉えてですね、松崎さんはね、藤田さんをこんな風に批判してまして、彼がかつて述べたように、北朝鮮の不審船が日本に入ってきても、海保が警告射撃するのは違憲だということですと。あるいは北朝鮮のミサイルが落ちてきてもそれを自衛隊が撃ち落とすのも違憲だということです。座して死を待つのは救助だとよく言われてきましたし、それを伝統的な護憲派として死守したいという藤田さんの気持ちも尊重しますと。しかし問題は党の憲法論としてそれで通用するのかということですというふうにね。まあ、松竹さん思いっきり反論してですね、もうこっちの方が説得力あるよなという感じですね。で、さらにですね、党公選を求めることについてね、規約から逸脱していると、違反しているということを断定しているんですが、党本部の中で規約の解釈を、担っている部局の人間ならともかくね、赤旗の編集局の人間がこのような断定をするのはおかしいじゃないかと、いうふうに言ってます。はい。藤田さんが私の行動をそう断定するように党員である私もそうでないと断定していいんだから、別にそれね、いいじゃないかというとこあるけれども、そうやって党中央の人間と現場の平党員が規約の解釈について議論を交わすようになることが党にとって大切なことだと思いますとね。ところが大切なことなんですけど、そういう意見を交わすまでもなくね、松竹さんは除名処分されてしまったと、いうことですね。で、さらにね、松竹さんの反論は続きます。党の内部の問題は党内で解決し、党外に持ち出してはならないっていうね、規約の件ね。これ実はね、61年にあった古い方の規約には書いてあったんですけれども、最近のですね、まあ、2000年に、できたね、新規約から実は、削除されてるというか、まあ、骨抜きになってるということです。これね、元はといえばですね、党内で解決しろということは、外に持ち出してはダメだ、ということでやってたんですけど、さすがにそれはね、ちょっと問題なんじゃないかということで、現行規約ではですね、党の決定に反する意見を勝手に発表することはしないと、いうふうになっているそうです。まあ、それにしてもですね、持ち出してはならないという規定とはね、違いますというふうに松竹さんおっしゃってまして、同じような意味を込めて、込めようとしたら発表してはならないと、同じ文章、文言を使った方がいいでしょうと。この条項はいい言葉は見つかりませんが、党に対する訓示規定のような性格のもので、不破さんが循環型と名付けた新規約はここでも変化したと、いうことなんでね。まあ、要はソフト化路線を図った時に、そのね、その鉄の掟ですよ。ね。党内の秘密を外に絶対漏らすな、みたいなのも、まあ、緩和してんだから別にいいじゃん、と
という話ですね。はい。さらに、続きます、反論は。さらに反論続きまして、党内部の問題、党内で解決するという件もね、前回ちょっと私ね、動画にもしましたけど、小池晃書記局長もね、パワハラ問題。はい。あの件でもね、だいぶ運用変わったんじゃないんですかと、言ってます。で、あの時ね、最終的に小池さんはですね、警告処分を、党から受けるわけですけれども、もしですね、党の内部問題は党内で解決するという論理だけでね、党が運用されていたら、あのパワハラ問題は放置されたままだったでしょうと、松竹さんはおっしゃってます。小池氏だけでなく、パワハラ被害者である、田村智子氏も、その様子を見ていた志位和夫氏も、問題になるような行為だと思ってなかったからだと。そもそも解決の必要な問題と見なされていなかったと。ところが現場の党員はこれ見ておかしいって声を上げたわけでしょ。で、それで結局解決に向かったわけじゃないですか。ね。はい。ね。地方議員にとってものすごいショックだったんです。ということをね、松竹さん書かれていて、党内の問題は党内でという解決を目指した人もいたでしょうが、結局何したっても小池氏の謝罪もなければ処分もないと。で、そこで、仕方なくね、動画を外に出して、で、これが炎上することによってね、ね、すべての国民の目に触れることによってあの問題解決に行ったんだから、党外に持ち出したことによって解決する問題もあったじゃんと。すでにあったじゃんと。何が問題なのと。いう、これもすごいですね。さすが、共産党の人、畳みかけるように論破していきます。はい。さらにね、この問題をね、外に発表する前に、上に上げたらどうだと。中央委員会に意見を上げたらどうだみたいなこともね、この藤田さんは、この松竹さんに対してね、書いてたんですけれども、実はね、この件について、ある人がですね、1年ほど前にね、首相公選制の実施を求めてですね、意見書を出したそうです。はい。そしたらね、党のその、中央委員会は何と回答してきたかというと、党内には政策論争の余地、政策論争がないので、政策的争点がないので、選挙するのは無意味でしょうという回答があったそうですと。ね。で、だから私が意見書を挙げたとしても、そのような回答になるだけだということは、早くから分かっていましたと。いや、その後、例の8月23日付で、党建設委員会の論文が出ましたので、現在ではそれが添付ファイルで送られてくるかもしれません、みたいなね。そういうことも、書かれております。で、まだまだ続きます。はい。結局ですね、この内部問題だからね、外に出してるお前が悪いんだっていうね、この言い方自体がちょっと問題なんじゃないかと。ね。そもそもね、このね、と、この松崎さんのブログ読みますよ。規約に規定された内部問題とは何かと。ね。規約のどこそこにもその定義は書かれていませんし、大会などでその解釈をめぐって何かの決定があったという記憶もありません。その場合、赤旗編集局の幹部のどなたかが、これは内部問題だと勝手に解釈できるとは思いませんと。ね。藤田さんは党首公選を求めることが、規約のこの条項に反することを何を基準に判断したのでしょうか。せめて外に持ち出してはならない内部問題とはこういう種類のものだという定義をした上で、明らかに、何らかのね、明らかにした上で何らかの批判をすべきものでしょうと、いうふうにおっしゃってます。これも、松竹さんの方が正論ですよね。で、さらに言うとね、じゃあその、党首公選をやるとね、みんなが多数派をね、集めようとして、分派活動に走るからおかしいみたいなこと言ってるんですけど、これもね、現行の規約のままでも、その同じこと起こりませんかというね、鋭いツッコミを松竹さんされてるんで、ここも読みますけど、各候補が多数派を獲得するための活動というのは、党員が選挙に参加できる公選制か、現在のように中央委員が選挙に参加する、制度かを問わず、起こり得る現象ですと。だって、現在の制度でも、200人いる党中央委員が、党首に立候補することは認められているわけですが、実際に自分も党首をしたいという中央委員が現れ、どうしても当選したいと思えば、多数派を獲得するための行動を行うことになるでしょう。それとも現在の制度では、そんな中央委員が出てきた場合、党中央委員会の場で、支持者を増やすための政見を述べることも、分派活動だとして許されていないのでしょうか。藤田さん、どうなんですかと。これも鋭いよね。確かに現行の共産党の規約の中でもですね、中央委員がですね、党首に立候補することは可能なんですよ。はい。だから、C さんじゃない人がね、やっぱ私やりたいんですけどって、手を挙げたらこれどうなんのと。ね。いや、今 C さんがやってるからお前がやるのは分派活動だとかって、このね、対立候補が除名されてしまうみたいなことになると、ミャンマーの軍事政権と何が違うんだ共産党はと。いうことになっちゃいますよね。これ恐ろしいなと思います。はい。ということで、この件に関してですね、我らが大阪経済大学、黒坂誠先生、このように、おっしゃっております。日本共産党の党首公選制導入を訴えていた、松竹伸之さんが除名されたそうです。ご本人のブログに出ています。故萩原亮さんは著書、
朝鮮と私、旅のノート、文春文庫で委員長、副委員長、書記局長の公選制導入を訴えましたが、その時点で処分されませんでしたということで、萩原亮さんという方ね、まあこの方まあ赤旗の確かもともと記者でね、で北朝鮮の真実をレポートしちゃった人なんですよ。でまあ最終的にはこの人確か、共産党から追い出されてるはずですけれども、公選制をね、まあその追い出される前にね、公選制を萩原亮さんが言った時にはこんな重い処分は下されなかったんですよ、当時はね。ところがなんか、この令和のこの時代ですよ。この公選制導入を訴えた松竹さんは、いきなりですね、ね、もう死刑宣告に近いような、ね、除名処分という、まあそういうね、重い、処分を下されてしまったと。一体何が起こったんでしょうということですね。さらにね、ジャーナリストのですね、フリージャーナリストのね、常岡浩介さんね、こんな、ツイートをされてます。日本共産党に党首公選を求めた松竹伸之氏が、除名処分を受けたそうだ。日本共産党だけは、世界の他の共産党と違って、独裁的、独裁ではなく、民主的、なんてことは、やっぱり全くなかったな。ああ、スターリン、スターリンということでですね、まあ書かれております。まあちょっとこれは共産党のですね、行く末に、まあなんか大きな、こう、クエスチョンマーク、まあ投げかけるような、まあこんな古いこと未だにやってんのかみたいなね。ミャンマーの軍事政権何が違うのということをですね、国民にわかるようにね、ぜひね、共産党ね、今回のね、この重い処分についてですね、しっかり釈明していただくか、まあ、もしくはですね、間違ってたんだったら、取り消した方がいいんじゃない？うん、実際に間違ってて取り消したっていうね、中央委員会の決定が違ってね、それが変わったっていうこともあるんですよ。これ松竹さんがね、ブログで書いてますけどね。まあ、そんなのも含めてですね、まあ、共産党ね、まあ、私いろいろ苦言を呈したおかげでね、ベネズエラが党の規約からね、削除されるというね、異業も私かつて成し遂げたんでね、まあ、あえてそのね、昔大好きだった共産党さんなんで、ね、これせっかくのいい機会なんだからさ、ね、松竹さんの言うことをもうちょっと聞いて、処分取り消しして、ね、オープンな場で話し合ったらどうなんだ？うん、そんな風に思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー！